ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ジャック R です。デメントの実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。前回デビリタスとの決戦を終えて無事に鍵を入手したわけなんですけれども、その鍵を使おうとしたらメイドさんが足止めをしてきて、料理に変なものを入れられていて、なんかそれでちょっと眠くなってしまった、フィオナが何かが足りないという彼女の欲望に襲われそうになって、前回はなんとか逃げ切ったというところでしたが、この先もどっかで出てくることになるんだろうけど、前回使おうとしてた鍵のところまで戻らなきゃいけないけど、どう行けばいいんだっけ。でもなんかまたこっちの方に戻ってきそうなんだよね。なんか人形の館みたいな、館っていうか部屋みたいなところあったけど、あそこの謎も結局解けてないままだから、へえ、こっち来れる。来れた。なんか普通にそこにいるんだけど、とりあえず使う。あ、そっか、メモは更新された。足りないって、私にはあって、あの人に欠けているもの、それが欲しくて私よっていうのがありましたけど、とりあえずこれ使うよ。ムービー流れない。来た。ただ襲われそうな気がする。ヒュイ、暗いな。音楽が不穏だな。だ、あったよね。だってさっきそこにいたもんね。どんぐらいの速さで来るかだな。ちょ、こっちしか行けないか。てかこれどこに繋がってんだ。あ、ムービーだ。何、崩れる。おう、足をくじいた。なんかさっきまで流れてたあの緊張感はどこに。え、結構ガタが来てるこの階段。鏡がある。え、なんだ、自分に劣等感があるのか。完璧でない自分、完璧でない自分に劣等感がある。あ、メモ更新されたから見ましょう。あの人ひょっとして鏡に映る自分を嫌ってるの。どうしてかしら、まるで人形みたいに綺麗なのに。さあ、それは本人にしかわからないやつがあるじゃん。人はさ、周りからいいねって言われてもさ、自分は嫌だっていうあれですよ。え、なんで？なんで戻ってきたの？なんだっけ？なんかこういう時に言葉が出てこないのが本当にもう嫌だ。自分をこう、なんだっけ？ない、あ、ないものねだりだ、ないものねだり。それはいいんだけど、なんか美しいところに来た。こんなにスパスパ進んで大丈夫なのかな。またムービー。何？今度は何を？あ、まずくしゃみが出そう。おっ、急に何？これ早く、え、ちょ、なんかさっきからメモが更新されまくってる。外に出るどころか地図にもない場所を別の場所に閉じ込められたみたい。ここはどこなのかしら。なんかさ、どれだっけ、休館だね。ロレンツォがくれたメモによるとここは休館みたいだけど、
これは回避ポイントか。おう、ハイドイン。そしてこれは、これがあれだよね、多分錬金する部屋ってことだよね。アンチモンパウダーと、あら、マグネシア石はないんだ。ガチャやる？ガチャ。アルブンメダリオン、普通のメダリオンもあるな。ガチャやりましょう。かムンデスだ。お、あ、ムンデス ×2 とかになるんだ。3つでもムンデス1個なんだ。ちょっとなんかアルブムとルブルムは控えとこう。衣装を入れておく。あ、まあ、多分これクリア特典とかのあの衣装を変えられるやつかな。ムンデスってパニック値が少しだけ回復。地図にもないってことはそういうことだよね。なんかあります。カモマイルです。カモマイルって体力回復？お、変色した骨が並べられている。どう見ても人間のもの。なんだ、研究か人体実験か。虫の標本、え、でかくない？ごめん、ヒューイゴーしちゃったけど、多分何もない。ごめんね。ごめんね。こっちはなんだろうね。めっちゃしょげちゃってる。疲れてるかな。なんか耳が下がっちゃって、俺マンモスだ。今気づいたけどマンモスだ。え？ Come on. 動くのか。こっち行けたりしない？行けないね。あそこなんか光ってるな。あ、開くんだ。あー、また広いな。ここはここで。ヒューイ多分これに怖がっちゃってんね。めっちゃ速い。とりあえずこっちはこういう道っていうのを一旦見て、反対側というか別の道行ってみよう。違うな、なんか耳が疲れてるのかな。ご飯あげた方がいいかな。ビーフジャーキーでもあげるか。元気になったね。ドアが多いのよ。うん？なんだ？一見何もないけどな。何かしらのギミックがあるとしか考えられない。ここはドアが壊れてるセーブポイント。なんかある。ラベンダー。マップとかないの？これ何ですかね？カンテラを持った像が置いてある。あ、もしかして、これに火をつけないとこの先進めないのかも。これは机の上になんかある。え、レクレアティオ。使用したものの体力を完全に回復させるセダティオ。使用したものに大きな安らぎを与え、心を平静の状態に戻す。あ、錬成したアイテムの名前とかなんかな。全部成功するとこのいいやつ手に入るよみたいな。あ、開く。壁だ。やっぱこのカンテラに火をつけることによって何かが起こるんだ。とりあえずセーブします。はい、セーブしました。となるといよいよ本格的にこっち。広いですね、本当に。ここも開いちゃうのかな。開いちゃうのか。そうか。あれ、なんか水の音聞こえるけど、なんだこれ。ん？あ、鏡だ。これあれか、撃退に使えるってことか。こっちが来た道で、これは何？なんか上から下ってきそうな何か。吐くのか。すごいね、どこまでも生きてん。なんだこれ、植物。うわ、ルミネセンスだ。
植物園みたいなところだ。何？な、何この音。虫でもいるのか。あ、ちょ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 、やばい、パニック値が。これってあれだよね、追跡者を呼び寄せるんだよね確か。あれ何もない、隠れるポイント、それともなんか騙し部屋みたいな。ソファーが並んでるけど、うおー、え、人？いやなんかヒューイ君威嚇してたと思ったら急に座り込むのどっちなんだ。なんかもうほんといろいろあって仕方がないわ。青き火を灯し非道を照らすしるべとなれ、絵のタイトル、それとも何かのメッセージかしら。あれこれさあ、この人話しかけてよろしい？こんにちは。何？死体？人形じゃない。ミイラ！オーマイガー。これにカンテラを持たせるとかそういう感じ。あ、マグネシア石だ。なんか魔法陣みたいなの書いてあるけど、なんもないな。どこまで行けるんねん。まだ。これもそうだね、多分カンテラを持ってくるのかな。それで、あそこが通れるようになる的な感じか。戻りましょうか。ですね、そうなるとですね、現状行けるのがですね、あのマンモスの道ってことになるのか。で、ここはこっちかな。待ってくれ。あ、ここに火があるけど、これ持っていけない？なあ、そういうのじゃない。うっそ。え、でもさ、ちょっと待ってよ。割れたプレートとプレート系以外持ってないよ。ルミネセンスって青だよね。もしかしてルミネセンスをこっちまで誘導してきて、このカンテラのところで爆発させる的な。変わるわけじゃないんだね。いやー、なるほど、そういうことか。こういうギミックもあるんだね。もうちょっと進みましょうか。ん？何これ？何でもなかった。ん？あ、ささみジャーキーか。これはまたなんかギミックかな。ヒューイが警戒してたけど、あ、お、これは3つの霊的物質、アルファベットと数字、何を意味しているのかしら。錬成アーチモンド。外の様子、え、大丈夫？
い魚だね。深海魚。水中なんだここ。ちょっと後ろ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 。早くないっぽいけど、デビリタスみたいに足は速くないの、バレないかな。おお、去ってったか。回避できたみたいだね。あ、見つかったみたい。隣のエリアにいるな。こっちは何？時計の音が聞こえる。あ、ここセーブポイントだ。なんかあるよ。あ、館の見取り図だ。これはありがたい。これ使わなきゃいけないんだっけ。休館1階 B1 階。見にくいね、やっぱり。うわぁ、3階とかあるわ。今は1階。結構端の方だね。はぁ、反対側に鍵がかかってるパターンか。あ、隠れた。来た。ヒュイ攻撃したのかな。てか全然 BGM 終わらない。あ、ノーエネミーだった。でもさ、これノーエネミーになってもさ、デビリタスの時があるからすぐなんかエリア移動したらすぐそこにいるみたいな普通にありえるから、近くにいるな。まあ、とりあえず今回この辺りで終わりにしますかね。無事なのか分かんないけど休館に入ることができまして、まあすごい迷いましたけど、なんとか進む道を見つけたので。やばい、見つかる。え、これ大丈夫？作んなよ。エンディングに入ろうとしてたんだよこっちは。やばい、見つかってしまっていくが、ちょっとダメだ。エンディングにしようとしてたのに。ヒューイ、とりあえずこっち来てくれないかな。逃げるしかない。はい、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。まあ、ちょっといびつな場所なんですけど、とりあえず休暇に入ることができたので、次回また探索していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。